それでは最初の項目を視聴よろしくお願いします。はい、おはようございます。それではまず最初の項目、宿泊コンベンション施設誘致対策についてお話をさせていただきます。去る10月13日に ANA クラウンプラザホテルの今年度末での営業終了の発表がありました。今後の観光振興、またコンベンションの誘致、街の賑わい、雇用面など大きな影響が懸念されることから、また一方で当該ビルは宇部市のランドマークとも言える建物でもあります。そのため直ちに市、また商工会議所、そして観光コンベンション協会の連名によるコメントを発出をさせていただき、またその週明けとなる17日には町内に宿泊コンベンション施設誘致対策室を創設をさせていただきました。また私の東京出張とも重なっておりましたので、地元選手の国会議員の先生方にも訪問させていただきまして、状況のご報告、そして今後のご支援についてお願いをさせていただいたところでございます。一方でこちらにグラフを出させていただいておりますが、こちらは宇部市の主な宿泊施設の宿泊客数の推移であります。昨年は令和4年度は172,994人、やはりこの3年間のコロナ禍の影響は受けておるところでございますが、令和元年、いわゆるコロナ禍の前からすれば、過去この10年間で2番目の宿泊客数が来ているというような状況であります。さらにこの10年間、より広いタームで考えますと、10年前の平成24年から考えると約2倍強、それくらい宇部市は宿泊施設が増えているというような状況でありますので、しっかりと宿泊数が増えているこの状況をしっかりと捉え、また事業継承にもしっかりと宇部市としても支援をしていかないといけないというふうに思っております。一方でただし、当該施設は民間の所有の建物であります。後継事業所の決定等には宇部市は行政としては直接関わりを持つことは非常に難しい状況ではありますが、先ほども言いました浦野東郷作品でもあり、本市のランドマークとも言える施設でもあります。今後事業の承継等が円滑に進むよう市を挙げて、また関係団体と連携しながら側面的支援を行っていく必要があるというふうに考えています。それらを踏まえ、また後ほど発表させていただきますが、10月25日には商工会議所、また観光コンベンション協会と連携をした協議会を開催をさせていただく予定となっております。引き続き側面的支援ができるように全力を尽くしてまいります。この項目につきましては私からは以上です。